今日前回に引き続きまして青春と書いていきたいと思います前回は楷書体で書かせていただきました今日は行書体で書いてみたいと思います ポイント説明の方をしていきたいと思いますと最初に、えー、折らせていただいたところ線を引っ張っておきますあと中心線ですねちょっと引っ張っておきますはい、えー、業所体の青春、えー、業所体の特徴 としては、えー、資質ですね、えー、筆が紙についた時の、えーまえー、筆,筆が紙についた時、えー、優しく入れますソフトに入れてあげますで外形的にはちょっと丸みのある、えー、形ですねあと、えー、字がこうちょっとこう流れるようなイメージ一つ書いてプチッと止まる一つ書いてプチッと止まるとかではなくこう続けてこう字脈を できるだけ切らさずに書いていくというのが、こう流れが作品に見えるものが行書体の特徴の一つになっていますね。で、今日選ばせていただいた行書体は楷書体に比較的近い崩し方の行書さ行書体を選ばせていただきました。なので書き順とかが変わることもないので、比較的書きやすいのではないかなと思います。はい、では青からいきますね。とここから優しく入れていきます。 こういう真上からストンと入れるのではなくこういう方向からそーっと入れていきます。で、横が来て、ここ。で、こう入るところもこう来たのがポンと軽く入ってあげましょう。会社の時のようにこう来てしっかりとグッと押さえて 向きを変えてこう入れるというこう力強いというよりは優しい感じでポンと入れてあげますでも優しい中にも、えー、こういったポンと軽く一瞬止めてあげるそういったキュッと締まったところがあると引き締まった、えー、行書体がの線が描けるかなと思いますでこの縦線はこの中心線の上にくるようにしましょうこの中心線というのはこの半紙のちょうど真ん中ですねここに 来てあげると、えー、ここが、えー、青のこの縦角がこの中心線の上に来ますで、春も、えー、1,2,3,4角目のここ左払いのここのスタートが中心線の上から来ますこことここが揃うことで、えー、上下のバランスがとても良くなるかなと思いますなので、えー、青ですねこう来たらこの中心線の上に持ってってありますで、ここから、えー、業所というのはつなぎ目も見えても大丈夫ですね こう来て次ここに行きたいここに行くためのこの、えー、つなぎ目ですねこう、まあ、助走といいますかこう来たのがここに来るための、えー、つなぎ目なので、えー、実践ではないので太くしないようにしましょう。で,、ね、でここでポンと1回ここでここのここからこう来たものをここでポンと1回受け止めてあげますから横にきます。でこう来てここもそうですねこ,のここで終わったものをここでポンとこう。 受け止めてあげる。バトンタッチですね。こう来たのが、ポッと受け止めてあげる。それから、グッと横に引っ張ってってあげましょう。これが一番長いですね。こう、こう、こうですね。で、えー、月、えー。月はこう来たのが、行、え、走、ー、というのは、こう流れるようなイメージというのがあるので、だからと言って、例えばですが、こう来ました。で、こっからスーッと入って、 スーッと書くという書き方ももちろんありますが、えー、そういう書き方で仕上がった時に素敵な行書体というのはこの一見こうスーッと流れるようにサラサラサラっと書いているように見えてもそのサラサラの中にも微妙にキュッキュッと締まった筆使いが既にもうそういった技術をお持ちの方持ってらっしゃる方が、えー、そういった書、あのー、き方筆の運びができるということですね。それはもう、えー、訓練してていって 回数を重ね,重ねて重ねて重ねていけば、あの誰でも、えー、できる到達できることですので、まだそこまででない場合ですね、例えばこれだと基礎編なので、習、え、字、ー、基礎編なので、小学校で、えー、解書体をずっとやってきて、えー、中学校に上がって初めて行書体を書くってなると、そういうね、さらさらとかすぐに書けるわけではないし、そういう書き方がわからないわけですので、えー、そういうふうにはまだそこまではできない。そういった場合は、えー ままずは基本をししっかりりと守りましょう。こう来たらスッと入るんだけどもスッと入るんだけどもこう来たのが一瞬ポンと軽くここでここをポンと軽く受け止めてあげるような気持ちでこう来たのがポッと一瞬止まってこう来るでこうきて次ここですねここがここに行くためにはこう来たら、えー、この線を 戻りながらだん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 筆が紙から離れていってここにスッと入っていくけど一瞬ポッと軽く留めてあげてから持ってってあげるですね。でこういった点説カチッと書くのではなく会社の時のようにカチッと書くのではなくこう、えー、柔らかくですね少し、えー、行書というのは丸みのある外形ということなので少し丸みを持たせてあげましょうここですね。 こう来たのがここを戻りながらだんだん筆が紙から離れていってポンと受け止めてあげるここです。でこう来て伝節の部分は柔らかく持ってってあげましょう。こういう感じですね。でこう来たのがこう入ってこう。会社の時の横横ですね。月の横横。これが横横になるわけですね。でこう来たのがえここの線の ここはこうきたらこの線の中を通って横持ってってあげます。で軽く、えー、少し細くここよりは、えー、細くなってますね。えー、筆が紙からだん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 離れていってでも、えー、実際、えー、ここは離さないですね。軽く穂先はついた状態ででここの横線横横の2本目の横ですね。こうきたのが 横に持ってってあげる。この時は、えー、この線の中に入り込んで大丈夫です。ですね、こう持ってってあげるで、会社の時の月と同じですっきりとした、えー、月を描くためには会社の時は、えー、こう来ました。で、こう月を描いたら、えー、この横角。 こことここはほぼ同じ感覚でここは少し広めに開けるとすっきりとした月になりますよというふうにお伝えさせていただいているんですが行も同じですね、えー、実際、まあ、こ,ういうここまで行書でこうつなぎ目が見えるのですっきりとした中この中ではないんですが余白のこの部分中の部分ではないんですが比較的この横横はこの白い部分のここの白いスペースの中のちょっと上の方で収めてあげるとここが ここに比べるとちょっと広く開けられる。開け開くことができるので、すっきりとした月に見えるんですね。この横が、えー、こう来ました。この部分だったり、まあ、ここから入ったとしてもこれが長すぎたがために、ここがこの線がここよりも下に来てしまったとすると、この白い部分のちょうどど真ん中のあたりにこの部分が来てしまうと仕上がった時、ちょっと下にぐっと。重た 月といううに見えてしまうのがちょっともったいないかなって思いますのですっきりとした、えー、あの月を月を描こうかなっていうふうに思われる場合はこの部分この白い部分のど真ん中に入れるのではなくちょっと上っていうのを頭の隅に置いといていただけると仕上がった時ここを縦長に少し縦長に書きたいということはこのスペースの中に青を入れるわけなのでこれだけ。 例えばこの字のこれで説明させていただくとするとこれだけのスペース月にスペースがこれだけ欲しいということですよね。ということはここがちょっっと問題になってきますね。ここで幅を取ってしまうとえ今はここで終わってますが幅を取るとこの辺ぐらいまで来るということですよね。ということはこう来て縦角がこれより長くなるということこれに合わせてこれも角で横角もグッと 来るわけなのでここの位置よりりもちょっととと下にに来るということになりますねそうすると、えー、このスペースの中に青を入れたいんだけど、えー、ここまで上の部分取っちゃったということは月の部分が小さくなるスペース各スペースがちょっと狭くなるということは、えー、頭でっかちの、えー、青という字になる可能性非常に高くなりますね。なので、えー 月のこの部分を縦長ですっきりと書きたい。ということはこのスペース取ってあげたい。ということはこの3本が大事になりますね。これでさ、えー、幅を取ってしまうと、えー、ここが狭くなる。ということは、えー、こうきて2本目のこの縦角の長さが大事になるのではないかなと思います。こうきてこれが長すぎると場所あの3本目が自動的に。 下がってしまうということなので、この縦角の長さ、えー、ご自身が書かれて、えー、この半紙の半分のこのスペースの中に、すっきりと気持ちよく、あ、こう書きたかったんだよなっていう青が書けるような長さ、ぜひ、えー、見つけていただけたらなというふうに思います。これですね、大事ですね。で、えー、ここの感覚も、えー 筆で描くのでちょっとにじんでしまったりとか全く同じ感覚ではありませんがほぼ同じ感覚でしてあげるとバランスがよく見えますね。でここもすっきりとちょっと縦長に取ってあげると「素敵な青」という字が描けるかなと思います。はい、次は春ですね。 で、春も押さ、えー、えて、横こう来て、横を来て、ここが一番長いですね。で、青のここの時と同じですね、えー。全部同じ太さではなく、こう来たのがここで、これこうポンと受け止める。ポンと受け止める。で、ここをこの部分はこう来たのをポンと受け止めてあげる。で、ぐっと長く、えー、描いてあげたいですね。で、ここはポンと押さえます。押さえたら徐々に徐々に細くなっていて でだん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 だまた太くなるというご自身のリズムで素敵な横線描いてあげましょう。でこの時も青と同じあまりここの感覚あまり差をつけずにほぼ同じぐらいにしてあげるとバランスがいい、えー、いいこの3本線になるかなと思います。でこう来ました。そしたらここですね。でここはできればこうこうこう来たら ここに次行きたいので、えー、こう来て近道でこう書くのではなく、できればちょっと遠回りをしてあげましょう。ですね、こう来ました。こう入れるのではなく、ちょっと遠回り、大げさに言うとこのぐらいの気持ちでポンと入れてあげる。このぐらいのおおらかな気持ちで入れてあげると、えー、実際ここに線は見えないですが、とてもこう奥行きのある、えー、作品に見えることたくさんあります。なので、 おお、えー、らかな気持ちでのびのびとこう動かしてあげるといいかなと思いますでここ入れる位置はこの時と同じですねこの中心線の上に持ってってあげましょうそうすると上下のバランスがととても良くななるかなと思いますここの位置がずれたがために青はここでも春はちょっと左にずれちゃったとかこの位置がちょっとこちらからスタートすることによって青はここでも春がちょっと右に傾いちゃった。 寄ってしまったということもあの起きますので、ちょっとその辺は気をつけてあげるといいかな。入れる位置気をつけてあげるといいかなと思います。で、こう入れます。で、横は伸びの帯とぐーっと引っ張ってってあげましょう。えー、ここはえー、この辺ね。まだ木料残ってますね。ということは、ゆっくりとゆっくりと丁寧にぐーっとゆっくり丁寧にこう持ってってあげることで豊かなえー。とても余裕のある落ち着きのある線が。 表現できるかなと思いますでこう来たのもこう来ていきなりこうで近道でこう入れるのではなく、えー、先ほどのここと同じこう来たらちょっと大回りをしてスッと入れてあげるとやはり奥行きのある、えー、作品が仕上がるかなと思います。平坦ではなくなくくりますねこう、えー、大きく おおらかな気持ちで筆を動かしてあげることで奥行きのある作品が仕上がるかなと思います来たらここにスッと入ってきますで、えー、ここの時と同じですがこう来てスーッと入るんですがやはりこう来たのが一瞬ポッとこう来たのが空中で筆がずっと動いてきたのをここでこう来たのが空中で動いたのがポンとここで受け止めてあげる気持ちで一瞬止まってあげて ガッと持ってってあげると、えな、ー、んでしょね、こう重みのある重圧感のある線が描けるかなと思います。ポーと一回ちょっと軽く止めてあげてからガッと持ってってあげましょう。ですね。ぜひですね、ここに火を描きます。ここの描き方はここの描き方はここのとと同じ描き方ですね。こう来たのがここに行くために。 この線を戻りながら、だん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 ほさが離れていって、ここでポッと軽く受け止めてあげる。で、こうきて、ここと同じ優しい、えー、少し丸みのある点説を書いてあげましょう。で、こう来たのがここに横、横ときます。で、ここの間隔、ほぼ同じにしてあげましょう。で、えっ、ー、と行書の筆もこことここがちょっと出るといいですね。で、ここを出すためにはこうきてこうきて横きて、この横線を描くときにここの 線の終わりからスタートするとここ隠れてしまいますね。なのでこの線のちょっと上からスタートさせてあげれば自動的にここを出すことができますのでね。問題ないかなと思います。で、青のここと同じで春もそうですね。この3本線結構大事ですね。この幅を取ってしまうと、例えばですがこれできました。 でこの2本目をここでちょっと下に書いてしまったとするということはこれに合わせてこの3本目もちょっと下に来てしまうでこれに合わせますねでこうきてポンとここは中心線の上押さえられてうまくいったでもここの位置これと同じ位置に来るとこの横線3本目の横線がここに来ているのでこことここの幅が狭くなるので自動的にもっと下にこう来ますよね でここがこうくるということは火を描くスペースが狭くなってしまうまあけないことはないですがここに何、まあ、とか書いたとしましょうで仕上がって煮た時にこの上の部分のこの部分に比べるとここがキュッと小さく見えてしまってちょっとバランス的にどうかなというふうになってしまうかなという可能性も出てきますなのでやはりここの3本線の間隔大事ですね えーあ,まあ、あまり近すぎるとにじみ具合とかでちょっとくっついてしまって黒くなるということも起きますのでいい感覚是非見つけてあげてくださいあと「春」という字この部分ですねここが、えー、ちょっと長めに出てあげた方がかっこいいですねここがこうちょっとこう隠れてしまって短くなってしまうとちょっとこんな感じになってしまいますちょっと、えー、頭の部分を出してあげたいのでなので「えー、春」えー ここを寄せてあげたいということで、一画目をそうか。じゃあもうちょっと上からスタートすると、上の方で収まるから、ここいっぱい取れるかなっていうふうになってしまうと、逆に今度は、ここを今度取ってあげられない、あの、長さが足りなくなってしまうということも起きますので、ということは <laughs>、あの、やっぱりこう、穂先ですね、筆の先を上手にこう、えー、使ってあげる、上下ですね。あの、この押さえ具合たくさんつければ太いし、だん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 、えー あの全部つければ太いし、半分だとこのぐらいだし3分の1だとこのぐらいだし穂先だけだとこのぐらいだしというまあ当たり前のことですがこのね筆の紙,が紙に筆がどのぐらいの量つくかなというのがえ非常に大事になりますね。ということはやはりご自身のリズムというのがあの。 すごくあの大事になってきますのでご自身のリズムで、えー、太いいいいいととととこころろ細リズムのある生生き生きとしたたた線で描いていただけたらなと思いますそういったのも踏まえて、えー、ここのスペースもちょっと取ってあげたいなという気持ちでこの3本線もちょっと頑張ってコンパクトに描いてあげてここの部分もちょっと、えー、あまり短くならないように頭ちょっとなあの出してあげたいという気持ちもありつつ描いてあげると。 素敵な春という字ができるかなと思います。ね本当に考えることもいっぱいですし、えー、でもあの書き込んでいけば、えー、書いていくうちに、 あの最初は例えばあここを取りあの例えば青だとここのここが長すぎたからあ月が小さくあのスペースが狭くなって頭でっかちの青になっちゃったあそうかこれをもうちょっと短くすればいいんだなとかっていうことが、えー、書いていくうちにご自身で次の課題というのを見つけられることができますのでそれを修正していけば、えー、あのご自身があこんな感じで、うん、書きたかった。 そそうそうこんな感じっていうのが必ず書けるようになるのではないかなというふうに思います。ちょっと長くダラダラと長くなりましたが何か参考にできることがありましてお役に立てたらいいなというふうに思います。 今日で、えー、卒業アルバムのタイトルにふさわしそうな言葉というのを,が、えー、をあと最初に5つ言葉を選ばせていただいて「会所体行所体」と書かせていただいてきまして、えー、今日で一旦終わりとなります。はい、で次回はあの1月ねあのやはり終字応用編がちょっとできなかったもので、えー、申し訳ございません。月、えー、月ととと合同ということで、えー、来週 字応用編の方をやっていきたいなというふうに思いますで、応用編の方では、えー、言葉を決めましたそうしましたら解書体、行書体、草書体この3書体で書いていきますので、えー、もしご興味があったら見ていただけたらなというふうに思います